人生で新たな挑戦、船釣りにガチで挑むことになり、いつになく緊張の朝を迎えていた。愛車 GR86 に戦闘用の釣り具を積み込み出発。コンビニ到着。いつもは朝食は取らない主義なのだが、船が大の苦手なのだ。船酔いについて調べてみると、船酔いの原因は空腹らしい。そこで軽食としておにぎりとゆで卵、そしてアネロンを胃袋に流し込んだ。長崎南部野母崎からのいとこのナオニーとヨシニーの3人でパフィン号に乗り込んだ。今回狙うのはとにかく大物、そしてとにかく酔わないこと。ここが一番大事かも。果たして大物は釣れるのか、そして船酔いは大丈夫なのか。ゲロリンだけは嫌だな。ちなみに今日の風速は6から9くらい。海は確実に荒れそうな気配を見せている。本日の要である船長のヨシニーが魚探を見ながら船をコントロール、釣り開始。あ、ちょっと落とすの早かったの。マジで魚いる。すげえ。そこのどこがついた感じなんですよね、船から。階段もそこ取り寄る。お、あ、そこ飛ぶ。あ、そうなの。魚の反応ないのですぐに次の場所へ移動。ここでも反応がないので移動。船が沖に進行するにつれ不安もどんどん強くなり、波もどんどん高くなる。そしてついに釣れた。これでも引いてみると旗かな。お、来た来た来たぞ。お、来た旗。え、なにこれ、なにこれ、旗だ。でもこれ見て、リリースセンターあるよね。はい、これリリースね。リリース。初めての船釣りの一匹目はこれまた初めての赤旗。めちゃくちゃ綺麗。YouTube でしか見たことなかったので超感動。大物ではなく小物だったのでリリース。もっと釣るよ。2匹目釣るぞ。船酔いの不安と揺れのせいで思うようにルアーを操作できない。あー、酔うぞー。違う、引いてる。これは根掛かりだな。あ、マジで。これ根掛かり、ね、今の根掛かりって分かるの、今のトラグサウンドで。あ、抜けた。俺は地球を釣って今興奮したってことですね。あれで何グラムぐらいの。35グラム。あれで30。おかっぱりと船での根掛かりの違いもあって根掛かりさえも楽しいぞ。あ、なんだこれは。あ、いや、今まで以上ですね。これちょっと見えてない。これはカサゴ。初めてかも、こんなでかいの釣ったの。これはいいよ。ちょっと。カサゴ、これは全然引かん。ちっちゃいけど面白い。でかい。いや、そんなことないこと。さっきのよりはでかいかもしれんけど。いいサイズかな。30センチやで。いいサイズね、しかも。サイズはいいよね、確かに。赤旗って綺麗、めっちゃ。高級魚でしょ。高級魚。でもそんな大きいのにいいかな。やりました。これは割と両型なのでお持ち帰りします。ああ、そういうことか。増えた。この魚の方が安いか。ええ。楽しく釣りをした後に海の上で食べる日清カップヌードルは程よい疲れとロケーションが最高の調味料になって激うまです。ということでパフィン号を陸に上げ、兄さんごめん、
まだ生きとっとか、うん、これはもろうていこうかな。釣り上げた中で一番サイズの大きいキジハタをお持ち帰り、うん、かから、はい、じゃあまたね、ありがとう。船酔いはアネロン勝利でした。うん、まだ生きとっと。YouTube で勉強したキジハタの下処理を見よう見まねで行い、初めての船取り2日目は43歳の誕生日。絶対に毎年連絡をくれるおかん、誕生日の日に鯛を釣れと励ましの LINE が来た。うわー、強いぞ、これ何、ちょっと待って、これ何、うわー、これちょっと待って、どうしたらいい、まだ、うわー、強い、いや、今までにない大物や、うわー、きつい、また、やめて、おー、来た、はい、おー、はい、おー、おー、おお、おお、浅いです。お疲れ様です。おお、すげえ、出た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 、これは、うわあ、すげえ、あ、すげえだ、大釣れた、大釣れたこれ、え、大釣れた、人生で初めて誕生日の日に鯛を釣った。すぐにおかんにLINEした。見事におかんのフラグを回収した。おめでたい奇跡の誕生日となった。おお、でもなんだそれは。俺できるかな、なんか、何ベロがでかい、内臓が出るってこと、やば、それ何、笛吹き、でもさっきの大物やった。いや、青物じゃない、それイサキじゃないよね、何来た、地球か、いや、引いてる、引いてる、引いてる、おっと、ちょっと待って、出てこいよ、来たね、来た来た、おお、これ、アラカブじゃない、アラカブだ、決めですよ、引いてますよ、これは片方じゃないよ、これは絶対に片方じゃないと、あ、片方じゃない、絶対、おお、いい感じのサイズ、ほら、ここ結構多いんで、半年ってくれ、これは大きい、うわ、後ろに、うわ、おお、いけるいける、え、これなんかな、そんな大きくないわ、うん、またーさっきから今日4匹ぐらい釣ったんじゃないの、全部で、エソ入れてと、楽しい兆候のはずが、ついに船酔いに襲われ一人、陸に置いていかれました。初めての船釣りで人生初の鯛を釣り、お世話になったパフィン号を陸に上げ、初対面の釣り人に魚をもらい、なんでこのサイズ釣り、なんでこれ、なんでしたジグ、釣った魚を海でさばき、自宅へ戻る、最高のドライブ日和、帰宅、家族に鯛を見せびらかし、おお、鯛だ、でかい、釣り具を洗い、鯛をさばいていく、一晩寝かせます、お風呂に入り、寝とふりを見て、じいじに線香をあげ、誕生日を祝ってもらい、次の日、鯛を刺身にしていただきます。そのに出てくるこれ。うん。うま。うん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 。う